国鉄多岐21700経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式の後継形式である多岐23500型についても本項目で解説する。多岐21300型はオルソジクロルベンゼン専用の35。 トンセキタンク社として1971年9月1日に一両のみが富士中工業にて製作された。記号番号表記は特殊表記符号、公前知し小滝と表記する。本形式の他にオルソジクロルベンゼンを専用種別とする貨車は多滝 23,500K1 形式のみである。所有者はツ土屋化学工業でありその常備液は 福島県の郡山駅であった。1979年10月より化製品、分類番号、年読63が表記された。タンク体材質は、対抗性、高張力構成であり、二役方式は、タンク上部のマンホールからの上入れ、土質管による下出し方式である。車体色は黒色、寸法関係は、全長は1100ミ、mm、リメートル。 全幅は 2504mm、全高は 3630mm、台車中心間距離は 7000mm、自用席は26.7立方メートル、自上は14.4トン、換算量数は、積車5.0、空車1.4であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、 JR 貨物に継承されたが、2000年10月に廃車となり、同時に形式消滅となった。多機23,500型は、オルソジクロルベンゼン専用の37、トン石タンク車として1980年10月8日に一両が日本車両製造にて、同年12月23日に一両が富士重工業にて、夫製作された。 化星品分類番号は、年六63と表記された。所有者は、日本陸運産業、放土や化学工業の2社であり、その常備駅は、総武本線越中島支線の越中島駅、福島県の郡山駅であった。タンク体材質は、対抗性高張力構成であり、二役方式は、タンク上部のマンホールからの上入れ、液出管と空気管使用による上出し方式である。 駅で緩和を S 時間を装備した。車体色は黒色。寸法関係は、全長は12200ミ、mm、リメートル、全幅は2591ミ、mm、リメートル、全高は3674ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は七千0 0ミリメートル、事業席は28.3立方メートル、事情は十六点三トン、換算量数は、赤車五点五、空車一点六であり、 台車は、ベッテンドルフ式の TR213C である。1987年4月の国鉄分割免営化時には二両前車が JR 貨物に継承されたが、最後まで在籍した一両が2000年10月に廃車となり、同時に形式消滅となった。国鉄滝23,500経過車に関するカテゴリー、ありがとうございます。